お腹の脂肪吸の手術をしたけれどもしっかりとできてないことによる失敗がほとんどです。脂肪デザイン部の葛島先生です。お腹の脂肪吸に徹底解説完全版ということで、美容外科医の視点で手術の方法やダウンタイム、アフターケアなど包み隠さず全てお話しいたします。この動画を見ていただければお腹のことは全てわかると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。お腹周りにお悩みを抱えている方は本当に多いと思います。上半身はスラッとしているのに下半身はぽっこりと出ているとか、若い頃なら少し食事を抑えただけですぐ痩せたのに運動やダイエットを頑張っても全然お腹周りのお肉が落ちないとか、出産後体重は戻ったのにお腹周りのお肉だけが気になるようになったとか、自分で頑張って痩せようと思ってもなかなかうまくいかないのがお腹周りのお肉、お腹周りの脂肪になります。勇気を出してお腹の脂肪菌をしようと思っていろいろ調べてみると、お腹の脂肪菌は危ないからしない方がいいとか、お腹がボコボコになって失敗してしまった体験談とかが出てくるのは事実だと思います。私も普段の診療の中で他のクリニックでお腹の脂肪菌をしたけれどもその修正をしてほしいという相談や、ウエストやお腹の脂肪菌はしたいけれどもお腹の前側は怖いから悩んでるといった相談が実際のところ多いです。今回の動画ではお腹の脂肪菌を検討している方、そして過去にお腹の脂肪菌をしたけれども納得がいってない方など、お腹周りのお悩みを抱えている方がどうしたら安全に失敗することなく満足いく結果が得られるかを、手術後のアフターケアも含めて医師の視点でかなり詳しくお話ししていきます。このチャンネルでは脂肪菌に関する有益な情報を発信しておりますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はこのタイミングでチャンネル登録していただくととても励みになります。まずお腹の脂肪菌は危ないのかについてですけども、お腹の脂肪菌は他の部位の脂肪菌と比べて危ないです。これは本当だと思います。なんで危ないのかと言いますと、お腹の脂肪の下には筋肉、腹筋があるんですけども、さらにその下には内臓があります。胃とか腸とか肝臓とか大切な臓器がありまして、一歩間違えて脂肪吸引する管が筋肉を突き破って内臓を刺してしまうと大量の出血してしまって血が止まらなくて死んでしまう可能性もあるんです。脂肪吸引をたくさん行っているドクターや症例数が多いドクターっていうのはたくさんのトレーニングを行っておりますので、筋肉を突き破って内臓を刺してしまうという心配はないと思っていただいて大丈夫ですので、そこはご安心していただければと思います。ただ一つ注意してほしいことがありまして、もしも過去にお腹周りの手術をしたことがあるんだったら、例えば小さい時に盲腸の手術をしたとか、出産の時に帝王切開をしたことがあるとか、そういったことがあれば、それはしっかりと手術をする前に申告してほしいです。たまに忘れてしまう人がいますが、安全に手術するためには必要なことになりますので、そこはご協力お願いいたします。次にお腹の脂肪吸引の失敗、修正、ボコつきについてです。せっかくお腹の脂肪吸引をするんだったら失敗したくないですし、一度で確実な効果を出したいですよね。これはドクター選び、クリニック選びとしても一番大事なことだと思いますので、かなり詳しく解説いたします。失敗の原因はたくさんあるのですが、一番の原因はドクターの技術不足だと思います。私は全身の脂肪吸引を行っておりますが、お腹の脂肪吸引は難しい方だと思います。なぜ難しいかと言いますと、脂肪吸引をするときは脂肪吸引していない方の手、反対の手がとても重要なんですね。反対の手で脂肪層を押して圧をかける、吸引圧をかけるんですね。例えば二の腕とか太ももですと、皮膚があって脂肪があって、で筋肉があって骨があると思います。骨は硬くて動かないですよね。なので反対の手でこうやって吸引圧をかけたときにしっかり均等に圧をかけることができると思います。お腹の場合ですと、皮膚があって脂肪があって筋肉があって、その下に骨ではなくて内臓があります。お腹って押すと入れると思うんですけども、そうすると反対の手で圧をかけるときに均等に圧をかけるのがとても難しくなります。均等に圧をかけることが難しいので、脂肪がしっかりと吸引できてないところとしっかりと吸引できているところ、ムラが生じやすくなります。このムラがボコつきの原因になりまして、ドクターの技術が一番関係してくるところになります。お腹をしっかりとした高い技術で吸引するのも大事ですが、脂肪吸引する上での麻酔がお腹の場合とにかく重要だと思っております。麻酔の仕方はたくさんあるんですけども、しっかりと麻酔が効いていないといい結果には絶対につながりません。麻酔の仕方を聞いてクリニック選び、ドクター選びをしてもいいと思ってるくらい麻酔の仕方はとても重要です。麻酔がしっかりとできていない状態で行うからこそ高確率で失敗につながるんです。麻酔について本当に簡単に説明しますと、麻酔には鎮静と鎮痛の2つがあります。鎮静とは完全に寝てもらった状態で手術をすることです。鎮痛っていうのは痛みがない状態で手術をすることです。
しっかりと鎮痛ができていない状態で手術を行うと、お客さんは寝ているのに痛くて動いてしまうという状態が起きます。逆にしっかりと鎮痛ができていれば、鎮静しなくても手術ができます。起きた状態でも手術をすることができるんです。これは大丈夫ですか？大丈夫です、うん、痛いです？手術を受ける本人は寝ていますので自分で気づくことはできないんですけど、施術を担当するドクターはお客さんが動いていたら手術がやりづらいと思いますし、手術を介助してもらっているナースさんに無理やり押さえてもらわないといけないですし、お腹は危ない場所なんで手術できないんですね。動いてしまって危ないからこれ以上手術を続けることができないとか、動いて細かく吸引することができないからムラが生じてしまったとか、鎮痛がしっかりとできていない状態で手術をするから失敗につながってしまうんです。過去にお腹の脂肪系の手術をしたけれども吸引のムラがあるとか、ぼこつきがあるとか、まだ吸引できるところがあるとか、しっかりと鎮痛ができていないことによる失敗がほとんどです。お腹の部位の説明になりますが、鼠径部からおへそのところまでを下腹部、おへそのところから肋骨までのところを上腹部、肋骨から胸までのところを肋骨上としておりまして、ここの肋骨上のつまめるお肉が気になっている方も多いと思います。この部分の脂肪は技術的にも吸引するのが難しいですし、そもそもしっかりと鎮痛できていないと危なくて吸引することができません。上腹部肋骨上が脂肪吸引での取り残し修正が多い部分です。鎮痛がしっかりできていないときれいに仕上げることは難しいですし、個人的には鎮痛が不十分なクリニックが多い印象です。ドクターとかクリニックによって鎮痛の仕方は異なってきます。いろんな方法があっていいと思うんですけども、私が思うお腹の脂肪吸引する上で一番安全で確実なのは硬膜外麻酔をすることです。硬膜外麻酔をしないで鎮痛させる方法がないわけではないですが、日帰りで安全に手術を行う方法ではないと私は思います。喉に管を入れて行う全身麻酔をしないのであれば、私はリスクがあるやり方だと思いますし、手術後に気持ち悪くてなかなか帰れなかったりしてしまうのです。私自身の考えとしては、手術を受けていただくお客様には安全に手術を受けていただきたいですし、手術後も気持ち悪くならずにスムーズに帰宅していただきたいと思っております。もしも鎮痛をする上で肛門外麻酔をするという選択肢があるんだったら、お腹の脂肪吸引をする上でこれに勝る方法はないと私は思っております。ただ肛門外麻酔は美容外科医の先生全員ができるわけではないですし、麻酔の技術が必要になってきます。麻酔について少し難しいお話をしましたが、美容外科医の視点で麻酔の大切さ、そしてどのようにして安全にお腹の脂肪吸引をするのかお伝えしましたので、少しでも参考になればと思います。そして最後にお腹の脂肪吸引のアフターケアについてです。今までのお話とつながりますが、どんなにしっかりと鎮痛ができた状態、そして高い技術力でお腹の脂肪吸引の施術ができたとしても、アフターケアを怠ってしまいますと仕上がりにも影響が出てきてしまうんです。お腹の脂肪吸引した後は姿勢がとても大切です。丸まったような姿勢が続けばお腹の横にシワのような線が入ってしまいます。なので最初の 1,2 週間は背筋をピッて伸ばして、なるべくお腹を丸めないような姿勢を意識していただくことが重要です。あとはきつめのズボンを履いたりとか、ベルトを強く締めすぎたりするとその跡がお腹についてしまったりします。なのでお腹の脂肪吸引の後は洋服も意識していただければと思います。今回の動画でお腹の脂肪吸引を安全に、そしてどのようにしたら失敗しないで満足のいく結果が得られるかを、手術後のアフターケアも含めて医師の視点で詳しくご紹介しました。ドクターの脂肪吸引する上での技術力、麻酔の技術力ももちろん大切ですが、施術を受けたお客様のアフターケアもきれいにお腹を仕上げるためにはとても重要なことです。お腹の脂肪吸引を検討している方、そして過去にお腹の脂肪吸引を受けたけれども納得してない方など、お腹周りにお悩みを抱えている方の少しでも参考になれば幸いです。今後も引き続き有意義な情報を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録と意味をしていただければとても励みになります。何か質問や疑問があればコメントしていただければとても嬉しいです。それではまた。